2007年グランプリファイナルでのゴルシュコフ、アレクセイ・ユーリエヴィチ・ゴルシュコフは、ロシア出身のフィギュアスケートコーチ。妻は、アイスダンス選手現役時代カップルで組んでいたリュドミラ、パクホモワで、娘は元アイスダンス選手のアナスタシア・ゴルシュコワ。モスクワ近郊のオジンツボを練習拠点としており、現在は、エカテリーナ・リアザーノは、イリアト・トカチェンコ組を中心に指導している。 娘のアナスタシアは、トカチェンコの元パートナーでもある。過去には、ニコライ・モロゾフの元にいる、アイスダンス選手を教えていたこともある。2012年4月、翌シーズンの準備のために、ギャザーノワとトカチェンコと共に、アメリカのマリナ・ズエワとイーゴリ・シュピリバンドの元で、練習すると発表した。過去担当した生徒ロシア・ゴラテン・ホンジ、アレクセイ・ユアビッチ合志校ブ、ゼーゼー、ゼー、ゼー、ゼー ありがとうございます。